高、えー、一の息子が英検日記を取るには塾独学やる気はないようですやる気がないんだったら無理じゃないですかねほんあのそのそ塾にするとか独学にするというより本人のやる気をどう作るかっていうのを先に考えた方がいいんじゃないかなと思います、えー、アドラー心理学を元に書かれた書籍嫌われる勇気を読んだことがありますか小賀さんのやつ読んだことありません えー、自己啓発本を一切受け付けない私ですが、この本は唯一とてもたまになりました。ひろゆきさん、この本を読んだことがあるのであれば、初回を伺いしたいです。できればひろゆきさんらしい否定的懐疑的な見解を聞きしたいです。えー、読んだことありません。ただね、あのね。なんかもう隠してるのか隠してないのかわかんないんですけど、あのえっ、ー、と隠してる場合もあるかもしれない。では濁しますけど、あの某なんとかエモンさんのあの0っていう評価の高い本があるんですよ。 要はその元々そのなんかあの金儲けりゃいいじゃんみたいな,なんか割とその尖ったことを言ってきた某なんとかえもんさんなんですけどその刑務所に入った後に自分は何にもない状態でそこからまた一から積み上げていって俺は頑張って生きていくんだっていう「0」っていう本があるんですよ。であれねその某なんとかえもんさん本シリーズの中で評価が高いんですよ。 なぜなら、あの、某なんとかえもんさんではなく、古賀さんが書いているからという、えっ、ー、と、説、説がある <laughs> 名刺交換したんで、説というか、まあ、古賀さんが、ああ、書いたんすよって言ってあ、そうっすかっていう、まあね、はい、すいません、はい。